いいですか、金融を表にしたければ仕方ないとか無理だとかできないとか、もうどうせ手に入らんからっていうもののことの考え方を改めていきましょうってことなんですよ。ね。でもね、例えば、会社でもあるわけなんですよね。いや、もう私こんな職場の環境で状況でって言ってね、いや、もう変わらないんですね。言っても変わらないんですよ、みたいな感じで言うわけなんですよね。言っても変わらない。そう決めてたらそうなりますね。どうやったら変わっていくだろうかってことが大事です。少しでもね、前に進むために。それが、人生前に進む力なんですけれども、まあでもそうは言っても自分の力ではどうしようもないんだから。だから他力を借りようと。クラウド情報を新しいアプリインストールしようぜっていうのが神社参拝だということなんですね。で、どういう神社が一体金運に効くのかということなんですけれども、いくつか紹介していきます。例えば、大阪ですよね。住吉大社。住吉大社さっき和歌の神様言うてましたよってことなんですけれども、和歌の神様だけではございません、これは。住吉大社っていうのはですね、これ一体何の神様かっていうと、もともと、神宮皇后という方がですね、三冠征伐ということで朝鮮出兵した。でその時に航海、海の旅が無事に行きますようにってことで祈ったということを言われています。つまり航海船旅の神なわけなんですよね。一つあるのはそれだけじゃないですよ。航海船旅の神です。で、まあ、人生っていうのは船旅みたいなもんですね。追い風の時もあれば向かい風の時もある。その風をいかに味方にするかっていうことが大事になってくるわけなんですけれども、そういった人生の追い風を呼び込んで自分の船旅をスムーズに進めてくれるっていうのが住吉大社の神様の功徳でございます。で、これね、大阪に住吉大社あるじゃないですか。で、大阪人の気質とかっていうのはこれ住吉大社の影響が作られてるわけなんですよ。で、例えば住吉の功徳って一体何かって言ったら、これは例えば言葉が上手になって商売上手になる。これ大阪人そのものなんです。大阪人何がうまいか、言葉がうまい。要は何か、セールス、マーケティング、売り込みがうまいわけなんですよ。これは言葉の力でございます。だから言葉の力によって金運を手にする、出会い運を手にする、これが大阪の住吉大社の功徳なんです。私、今までの人生で一番参拝したことある神社っていうのは大阪の住吉大社です。金運手にしたくて参拝してたわけじゃないです。これは言葉の力、言霊の霊力が欲しくてお参りしてたわけなんですよ。人の心に届くような、人が喜ぶような、ね、表現力をくださいということで、大阪の住吉大社ですよね、大学時代ですよね、毎週のように参拝して祈ってました。まあ、その結果ですよね、こうやって心喋るような力が身についたのかどうか分かりませんけども、でもね、私こんなもともと喋れる人間じゃないです、ちなみに。ね、こんなもともと高校生からこんなんじゃないです、ちなみにね。高校時代は、別にどっちかというとおとなしい方ぐらいな感じです。ね。北極老人と出会ってからですよね、こうなったわけなんですけれども、もちろん北極老人の喋る力ですよね、喋る能力っていうのをコピーして写してこうなったっていうこともあるわけなんですけれども、そこに目に見えない心力が働いているとそこ住吉大社の力でございます。言霊の力によって売り上げをアップしていく、商売運をアップしていく、金運をアップしていく、これが住吉大社でございます。はい。他にもですよね、関西圏ございます。例えばうわぁ、もうなんかこの借金返したいなとか、もしくは例えば、今ここでちょっと大きなお金必要やなとか、例えば会社の資金繰りで、ああもう今月この支払い滞ってもうたら結構ピンチやなっていう時に、助けてくれる。これ一体どこかなんですね。三輪大社です。大宮神社でございます。奈良県です。これ有名な話。奈良県の神社っていうのは大宮神社ですよね。大宮神社は蛇の神様ということがよくあります。だからその蛇の神様に対してお供え物するために何を供え物で持ってくるでしょうか、三輪大社は。そう、正解、卵でございます。卵をこれ何で持っていくかっていうと、実は蛇の神様に対するお供え物なんですね。まあ卵、蛇も卵を見ますけれども、蛇は卵を食べるということで、卵をこうお供え物として持っていくわけなんですね。で、実はね、この蛇が動くと金運結構動きやすいんです。で、例えばね、これ知っておくべきなんですけれども、例えば金運が動くとかっていう時っていうのは、例えば神社の神様にも階級があるわけなんですよね。例えば会社と同じです。社長さんの神様、部長さんの神様、係長の母さんの神様、なんか社員さんみたいな、係長さん、主任さんみたいな方がいらっしゃるわけなんですよね。で、例えば社長さんですよね、例えば
社員何千人とかがいる、例えば会社の社長さんって、小さな売り上げ気にしませんね。なんか10万、20万、何十万、なんか知ったことあるかみたいな感じなんですよね。まあ、それはそういう会社じゃないところもありますけれども、大企業になってくるとそうなります、これは。大きな方針とか指針とか会社のビジョンとか、どんな社員になってほしいかみたいなことは見てるわけなんですけれども、より大きな目で対処交渉で見て、会社の10年後、20年後まで見据えてやって、細かいこと気にしてないっていうのは会社の例えば社長さんですよね。で、部長さんぐらいになってくると、もうちょっとですよね、具体的なやってることが高まってきてですよね、抽象度が下がって。何かって言ったら、その部門がどうやったらいいかとかね、簡単に言ったら、まあ3年、1年、2年、3年スパンで物事を考えてる会社の部長さんです。で、社員さんっていうのは何かって言ったら、その日、その前、目の前の仕事をやってるわけなんですね。で、実は神社の神様にもそれはあって、例えば、大宮神社の神様って言っても、社長さんの神様、部長さんの神様、係長さんの神様っていうのがいて、社長さんの神様、おりません、これは。めったにおりません。例えば、初めて会社ピンポンって訪問して、私、大阪から来ました、浜ひかるですって言って、誰やねんって感じじゃないですか、もともと知り合いでもなかったら。だから、大体受付嬢さんがそこにいて、ああ、どういったご用件でしょうかみたいな感じで、あ、これ、こういうご用件なんですよってこと言うわけじゃないですか。そしたら、社員さんみたいな人が出てきてですよね、ああ、こうでみたいな、そういうことで困ってるんやったら、こういうことでみたいな感じで、要件ですよ、ね、対応してくれたりするってことなんですけれども、社長さんってなんかめったに出てこないわけなんですよ。部長さんでもめったに出てきません。ね、係長さんとか主任さんクラスが出てきたらいい方なんですけど、一体何がいいか言いたいかって言ったら、大宮神社っていう奈良県の神社の神様があるとすると、実はこの蛇さんっていうのが、その大宮神社の神域で神に仕えてる社員さんとかアルバイトさんみたいな感じなんですよね。これが実は、これというか、そのご眷属さんたちが金運に結構効くと言われてます。で、そう言って、で、ご眷属さんを浮かそうと思ったら必ず、物種とか、もしくは何かお玉串を捧げないといけないわけなんですよ。だから卵持ってったりとか、お玉串もちょっと痛いなっていう金額ぐらい持っていって、自分の困ってる状況だとかをですね、相談するといいわけなんですね。みたいなことがあったりします。はい。で、あとは例えば、これだけはどうしても手に入れたい、叶えたいものとか、あったりしますね。なんかフェラーリ欲しいだとかね。なんか、いい恋人と巡り会いたいだとかね。もうこれ叶ったらもうなんか死んでもいいと思えるような、そういう願いがあったりします。で、実は、これだけは叶えたいな、みたいな願いを叶うように導いてくれるのは、和歌山県にございます、熊野本宮大社です、これは。で、熊野本宮大社の功徳をですね、一願成就と言いまして、一願成就って一体何かって言ったら、さっきも言ったように、これさえ叶ったらもう死んでもいいと思えるような、そういった心の奥底からの願い、それを導いてくれるのが熊野権現と言われておりまして、昔からこういう言葉があります。伊勢に7旅、熊野に3旅っていう。つまり1回の人生の中で伊勢神宮って7回お参りすべきだよねって。熊野本宮大社は3回お参りすべきだよねってことなんですね。で、なぜ伊勢は7度で熊野は3度かと言いますと、伊勢神宮っていうのは簡単に言ったら、いいですか？自分が日本のために、世のため、人のために貢献できるような人生を歩めるように導いてくれるのが伊勢なんです。人は何のために生まれてきたか。世のため、人のため、誰かの幸せのために貢献するためです。でも、貢献するような生き方からずれてる場合、また、自分が貢献できるような道に導いてくれるその太陽の道っていうのが伊勢神宮なんですね。でも、そうは言ってもね、自分の願い事出てくるじゃないですか。さっき言ったように、フェラーリ欲しい、マイホーム欲しい、出会いがない。なんか、これがない、これがない、もっとこれ欲しい。世のため、人のためっていうのもいいけども、私はもう私の願い叶えたいのみたいな場合あるじゃないですか。その、私の願い叶えたいのっていうのは、熊野なんです。だから、大筋として世のため、人のため行きましょうっていう伊勢があって、たまに自分の願いもあっていいんじゃないかってことで、伊勢が7旅、熊野が3旅なんですよ。ね。ちょっと自分の願い7旅で、熊野が伊勢3旅だと多すぎるじゃないですかね。そんなに欲しいもんもあれんかいってなってきてね、だんだん効かなくなってくる。だからたまにそういう感じで熊野本宮大社行ったらですよね、自分がこれだけは欲しいとか、これだけは手に入れたいとか、これだけ叶えたいみたいなもんですよね。本気の願いが叶うように導いてくれるってことなんですね。だからね、例えば自分が本気で大学受験、まあ大学受験生今度はいませんけれども、ほんまにこれだけは大学合格したいとかっていうことがあった場合、熊野がおすすめですし、これだけは困ってるみたいなことがあったらですよね、熊野本宮大社が実はおすすめだということなんですね。で、あと金運に効く神社っていうのは一体どこかっていうと、弁財天さんです。
弁財天って何かって、弁と財の天ですよ。弁っていうのは例えば才能とか美しさ、財は当然財です。だから財を恵んでくれる神様は弁財天ですね。で、例えば日本にはですね、有名な弁財天さんいます。日本五大弁天とか言われたらしいんですけどね、厳島神社とかね、筑後島弁財天とか江ノ島弁財天とか金華山弁財天とかいろいろあったりするわけなんですけど、例えば関東方面で言いますと江ノ島弁財天ですね、いらっしゃいます。でね、最後この話で締めたいと思うんですけれども、例えば江ノ島弁財天ですよね、こういう話があります。私の知り合いの方の話なんですけれども、自分は会社で営業マンもやってる、絶対営業成績トップ取って、ボーナスとか収入とかで自分は本当にもうこれで財を成し遂げたいんだっていう方いらっしゃったわけなんですよね。その方、自分の全財産を江ノ島弁財天にお玉串として奉納したんです。その時の全財産っていうのが確か200万円ぐらいだったんですね。全部奉納した。どのレベルで奉納したかっていうと、東京から江ノ島弁財天行って帰りの運賃払えないレベルで奉納したんです。帰りヒッチハイクで帰りました。その方はもうその後ですよね、会社行ってもね、もう残り1ヶ月ぐらいお給料出るまではですよね、ろくなものも食べずに過ごしたそうなんですけれども、なんとその方ですよね、そっから3ヶ月後に会社の営業マンで成績ナンバーワンの成績を収め、ダントツナンバーワンの成績、ボーナスですよね、確かその時のボーナスで、500万ぐらい出たのかな、もう表彰もされたからね、会社の社員の賞でね。だから結果的にはその人はいいですか、もうお給料も基本的にはお給料も上がったから、より大きな財を手にしたっていうことなんです。江ノ島弁財天さんですよね、実はそういうことがあったりする。で、それの話その方だけじゃなくて結構そういうことがあるってことなんですよ。だからね、何かですよ、まあその人は本気の願いとして行動したってこともあるでしょう。だから本気の願いとかっていうのを叶うように導いてくれるということなんですけども、やっぱね、それだけじゃなくてやっぱり生き方も伴ったってなりますよね。努力もしたと思います。だからそういった自分自身の努力もあって、かつ他力の応援があってってことなんです。いいでしょうか。ぜひですね、神社参拝、そしてこの神社ノートご活用いただきまして、皆さんは本当の自分はどこにいるか、クラウド上にあるわけなんですよ、ね、スマートフォン買い替えたらクラウド上のデータは引き継がれ、継がれて自分自身のデータは残ります。それがまあ輪廻転生みたいなもんですよね。スマートフォン本体の機械は変わっただけで、クラウド上のデータは残ってます。だから自分自身は新しいアプリをダウンロードしたりだとか、考え方インストールしたりだとかしてですよね、星を差し替えていくことができるってことです。だから皆さんはですね、私運が悪いなとかね、金運悪いなと思ってたとしても、運を差し替えることができるということなんです。